はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策動画の規則性シリーズの第5弾をお送りします。で、今回は大きな1問の中に小問下ですね、ここの3問が入っているタイプの問題となりますので、できそうな子はぜひ動画を止めてチャレンジしてみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいと思う方は今からね、自分の方が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあいつも通りちょっと画面下げますのでお待ちください。いきますよ。よいしょ。はっ。お、いい感じ。で、ちょっとね、問題文外してしまいますので、問題文見ながらね、解説聞きたい方は、パソコンであれば別タブで開いてもらったりとか、あとツイッターの方では、この問題用紙の画像ね、上げておりますので、もうその辺で対応してもらえたらと思います。で、今回ですね、まあ、規則性の問題をね、久々に取ってるんですけど、ちょっとこの時点で、お願いがありまして、解説聞いてくださってる方の中で、全く問題に手をつけずに、もう難しそうだから絶対私無理みたいな。で、聞いてる方がもしいらっしゃったら、一度チャレンジしてみてください、この問題。特に数学が苦手な方とか、もうほんと問題のね、長さを見た瞬間に、あー絶対無理って思った方なんかは、ぜひよろしくお願いします。その理由はちょっと途中でやりながら説明します。では、行きましょう。まず、こういった問題、まあ、規則性の問題とかよくありがちなんですけど、一応、ちょっとしたゲームみたいなことをしてるわけですよ。一番左下に、駒を置いておいて移動させるっていうものをやってるんですね。で、規則っていう、まあ、1、2、3ってありましたけど、いわばルールなわけですよ、このゲームの。で、それを丁寧に書いてる分、長くなって、わかりにくくなるっていう、難しそうに感じるっていうだけなんですけど、この規則、ざっくり言うと、まず、こうやって 4×4 とか 5×5 のボードがあると。で、スタートするのは必ず左下だよって言ってるんです。ここ。こっからスタートします。絶対に。で、次に奇数が出たら上方向。だからここにいて5っていう奇数が出たら1、2って上に上がっていく。ただし、1、2、3、端っこまで行ったら跳ね返って4、5って戻ってきてねって。で、偶数だったら右に行ってねっていうことが言ってます。で、跳ね返ってくるね。左に後でね。で、2回振るときは、今5だったね。1、2、3、4、5。こっからじゃあ2が出たら、こっから右に1、2っていう風に移動してね。っていうことを言ってるだけなんです、これ。ざっくり言うとね。だからこういうこと言うとよく、いや、そうやって簡単に書けばいいじゃんってなるんですけど、まあ一応誤解を生まないようにね、丁寧に書く。まあ丁寧にね、こうやって問題文に書くっていうこともあるし、あとは、個人的には若干文章を長くすることによって、ああ、もう絶対難しそう。無理無理。っていうふうに諦めさせる。ふるいにかけるというか。うん、そういった子を作るために、まあなってんのかなっていうイメージはあります。だから諦めてほしくないの。問題の長さだけを見てね。で、ルール把握できましたので、1番行きましょう。サイコロを2回振ります。5、6の順に目が出たので、4×4 の、マス目のとこで、コマが止まるところに印をつけようと。まあ、これですね。行きましょう。で、さっきも言ったように、ここにいます、最初。で、5、6なんで、5は奇数だから、まあ、さっきやったね。1、2、3、4、5です。ここに行きます。で、次、6なので、偶数右に、1、2、3、4、5、6と、来るから、ここが、1番の答えと。これが答えになります。これはウォーミングアップです。で、まず、今回ね、この3問、ね、入れましたけど、まあ、こういう、これ実際に、過去に、どっかの都道府県で出された受験の問題なんです。ちょっと変えてありますけど。で、これ、今言われて、簡単じゃないですか。で、これ4点なんですよ。その時の受験で。全部4点なんですけど、今回。読めば、ルールさえ把握できれば、4点取れますよね、これは。でも、最初にも言ったように、問題の長さだけを見て、あ、全部難しそうって思う方は絶対にいます、この問題に関しては。なので、そうじゃなくって、問題文が長いからこそ、絶対に、あ、これは難しく見せてるだけじゃないかな、っていうふうに思ってほしいんです、数学は。もちろん、実際にめちゃくちゃ難しいのもあるの。問題文が長くて難しいじゃんみたいな。でも、例えば、カッコ1、カッコ2、カッコ3みたいな。三つ問題があるときに、カッコ1っていうのは基本的に簡単に作られることが多いんです。すごく簡単。ちょっと難しい。すごく難しいみたいな。そう。だから、カッコ1だけは絶対に取ろうぜみたいなスタイルで言っていただけると、
いいなと思います。まあそうやって言ってたからね、実際の受講者やってた時にね、自分が。で、戻りましょう。2番。サイコロ2回振ります。で、4×4 のマス目。まあ、これちょっと使いますね、ここ。の時に、コマ進めますと。2回振ってね。で、コマが止まる。マス目は全部で何個あるか求めなさいと。つまり止まんないとこがある。っていうことなんですよね。で、これなんですけど、まあ、何パターンか、解き方をね、考えてみたんですが、おそらく、いや、わかんない。もしね、自分が今からやるやり方よりも、いや、このやり方ってのがすげえ楽じゃんとか、数学苦手な方でもこれのが良くないって思うのがあれば、ぜひコメント欄で書いていただきたいんですけど、これは地道に数える方が早いし安全かなと思います。多分ね、数学が得意な方なんかはそうじゃない方がいいんだけど、うん。で、どうやるか。今回サイコロを2回振ってますよね。で、サイコロ2個の確率とかよく問題でありますけど、サイコロ2個っていうのは 6×6。なので、36通りなんです。つまり、言ってしまえば、36パターン全部確かめればわかるんです。それを、めんどくさいなと思うか、36回数えれば4点取れるじゃんって思うかの、そこの違いはすごく大きい。で、実際みんなが受験問題とかを解く。ね、実際の受験時もそうです。それは、時間との相談もあります。36個数えるってなると、多少時間を取られるので、やっぱり。いい？なので、解いてきましたと。で、ここまで来ました。36個数えばいけるなって気づきました。でも、ちょっと後ろまだ問題数多いから、後で時間が余ったら数えようかなと思ってスルーしてもいいし、この時点で、いや、数えたらいけるなら取ろうみたいな。にふうに、それはね、作戦としてみんなが決めたらいいんですけど、実際の受験の時はね。でも、数えたらいけるんです。で、実際、サイコロっていうのは、樹形図、自分左側の数字丸つける癖があるんですけど、気にしないでください。1の1、1の2、1の3、1の4、1の5、1の6、2の1、2の2、2の3って続くわけですよ。それが全部続く。3の1とか。でも実はここでちょっとした楽ができるんです、この問題。何かっていうと、2の1は書く必要がないんです、今回。だから2の2からでいい。なぜかっていうと、1の2と2の1、普通ね、サイコロの確率とかで樹形図を書くときっていうのは書きます。1と2と1、1の2と2の1は同じものではないので、大小で違いが出てくるんでね、ほとんどの問題が。でも、今、1の2っていうのは、1って1、2でここに来ますよね。当然、2の1は、2の1だから、絶対に同じとこ止まるんですよ。数字が逆になったやつっていうのは。だから、同じとこに止まるんだったら調べる必要ないですよね、この問題。だって、どこに止まるんですかって聞かれてるだけだから、同じのはいいじゃんか。つまり、3も3132カットできるから、33、34、35、36、44、45、46、うん。これちょっと喉がね、ちょっとごめん、ほんとに。5の5の5の6と、66って、これ21通りなんですけど、ここまで減らせるんです。36から15個カットできる。じゃあもうこれを調べていこうと。いいかな？で、まぁ、11行きましょう。これちょっとこれ頑張ってついてきてください。行くよ。11です。両方奇数。1、1だからここです。1、2、1の1、2なんでここです。1、3、1の1、2、3被ってるから OK。1、4です。1の1、2、3、4、ここだから OK。1、5。1の1,2,3,4,5 なんで、ここ。16いきます。1の1,2,3,4,5,6。こんな感じでどんどん埋めていこう。2の2です。両方偶数だね。1,2,1,2 だから、ここ。2,3 です。1,2 の1,2,3 だから、ここ。2,4 です。1,2 の1,2,3,4。かぶってる。2,5 です。1,2 の1,2,3,4,5 かぶる。2,6。1,2 の1,2,3,4,5,6かぶるっていうね。さあ、約あと半分ですね。いきましょう。3,3。1,2,3。1,2,3。はい。3,4。1,2,3。1,2,3,4。もうほぼ全部かぶるんじゃねえかと思ってきますけどね。でも全部やりましょう。3,5。1,2,3。1,2,3,4,5。3,6。1,2,3。1,2,3,4,5,6と。来ましたね。44。
1234被る451234 1234被る46 1234 1234 456と55です。123でも55って縦しか動かないから絶対被るんだよね。で56 1234 5 1234 5 6とで66が1234 5 6とこういった感じで全部調べたら7個しか印がつかなかったので、7個だよっていう、こんな感じで。もちろん偶数の時に右に動くじゃないですか。で偶数で動くと246しかないんで、12123412345 6なんで、このゾーン絶対ないんですよ、止まらないっていう。そういったことも分かるんですよね、実際に。で、逆に、ここ絶対止まんないから、この2列全部止まるんでしょ？ 8個みたいな。で、やってミスを誘うっていう感じではあるので、自分は数えちゃっていいのかなと思います。もちろん、時間とのね、あれも兼ね合いもありますけどね。で、3番も全く同じです。ルールは変わりません。マス目が 5×5 に変わっただけなので、これも自分は数えちゃっていいのかなと。時間ね、めんどくさくなるかもしれないですけど、一応ついてきてください。もし飛ばしてもらっても構わないんでね。11から行きましょう。いくよ。1、1なんで、ここ。1、2です。1の1、2。1、3です。1の1、2、3。1、4です。1の1、2、3、4。1、5です。1の1、2、3、4、5。かぶったね。2行きましょう。1、2の1、2なんで、ここ。で、2、3が1、2の1、2、3、ここ。2、4が1、2の1、2、3、4。ここ。2、5が1、2の1、2、3、4、5。かぶったね。俺今2、4間違ったか ?1、2。あ、だいぶね。で、2、6、ごめんよ。1、2の1、2、3、4、5、6、戻ってきたね。行きましょう。で、3です。3、3。1、2、3の1、2、3。OK。3、4です。1、2、3。1、2、3、4。ちょっと喉がね。ごめん。1、2、3。3、5ね。1、2、3、4、5。OK。3、6です。1、2、3。1、2、3、4、5、6と。で、次、4、4。1234 1234です。45 1234 1234 5 46 1234 1234 5 6。あと3つ55です。1234 5 1234 5です。で56が1231234 5 1234 5 6。で66が1234 5 6 1234 5 6と。で、丸ついたのが9箇所なんで、9個と。これで終了となります。で、今回、自分がね、これを取り上げたときに、問題と回答、答えだけは分かる状態なんですが、途中式は分からないですね。自分が今解いてるも、この参考にしてるものっていうのは。なので、模範回答に、多分違う解説が載ってると思うんです。もっと簡単なやり方とか、式で置いてとか、ね、規則を見つけてっていうパターンもあると思うんですよ。この問題に関しては。でも、何パターンか一応解き方はあるんですけど、自分の中でも。でも、数学が苦手な子に諦めないんじゃないんですけど、こうやって泥臭く取ることってすごく大事なんですね。で、もちろん数えなきゃ取れないっていう気づかなきゃ意味ないじゃんと言われたらそこまでなんですけど、でも逆に言うと数えたら取れるっていう問題もたくさんあるんです。実際の受験問題だから、これ参考書とかじゃないからね、受験で出された問題なので。なのでもしこうやってね、今みたいにこうめんどくさいなって思うと思うんですよ、数えるにしても。でも数えたら12点なんです、これ。これは数えたわけじゃないけどね、12点、すごく大きいですよね。受験の12点って何人抜けるんだって話なので、みんなの学校のね、同級生だけじゃないから、受験はライバルはね、その地域のみんながライバルになるわけだから。なのでこういった取り方というか、問題文が長いからといって諦めるんじゃないよって、そこはその出した出題問題を作った人がみんなを諦めさせようとしてるんだぜみたいな、のそういう問題もたくさんあるので、
そういったものを少しでもちょっと体感してもらえたらと思います。では今回は高校受験対策の規則性シリーズの第5弾をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でまたこのシリーズ続きも撮っていくと思いますし、あと別単元も受験対策動画ね上げておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。